僕はずっと憧れの存在がいて、うん、ジョン・カビラさん。おどれほど心のコンディションっていうのが体に影響をもたらすのかっていうのは永遠のテーマですよね。いや、僕は基本的に女の子は追わないんですよ。最近その金額の話ってやっぱ野球選手が、はいはいはい、じゃあ3億、5億とかって契約更新しましたとかって出るわけでしょ。サッカー選手もしていってもいいと思うね。うん、していったことによって、あ、じゃあもっともらえるように頑張ろうとか、はい、海外の選手は4億円、5億円もらってるかもしれんけど、はい、オープンになってへんからさ、もっとオープンにしてええと思うねんな。それでなんて1試合に勝ったら、まあ、30万のところもあれば60万のところもあります。ちっちゃい子たちがさ、はいはい、1試合勝ったら100万もらえんのみたいなのさいや、俺ちょっとなりたいとか思うわけや。すごい大事ですよ。でだから YouTuber とかが今ね、何百万再生で何億稼いでますとかってシンプルに言うから、はい、子供たちは自分もそれを目指したいとかって思うわけや。認知度とかやっぱ人気とかとやっぱお金ってやっぱ子供がシンプルに憧れるものやと思うから、うん、ハリーもオープンにしてた方がいいんじゃないちょっとここだけの話一つしていいですか。いいよ。とあるテレビ局のアナウンサーさんが、はい、フリーになったら、うん、イベントで何本もらえんのって聞いてきたんですよ、うんうんうん、ギャランティーのことをディスカッションするっていうのは、うん、タレント同士は結構 NG なことで、うん、そうっていうのも、うん、人によってランクが全然違うわけですよ。そうだろうな。僕はそのイベントのお仕事させていただきます、うん、ただし僕より20年目の先輩がいらっしゃる、うん、そこのギャランティーがミスマッチしてて、うんうん、僕がその人に上だったっていう話が、うん、業界内で浸透すると、うん、はぁーみたいなことになってしまうじゃないですか。なるほど。でもこれまだ難しいのが、はい、その事務所に入る金額と本人がもらってる金額ってこれまだ分かるこれまだ分かるすっごい突っ込みますねいやだって俺はまあ自分の事務所やからさ、はい、分かるやん。これは面白い話ですね。なかなか言えない話ですけどね。いやそうねどういう風にやっていきたいとかさ、何かあるの？すごい明確にありますね。明確にあるの？情報をちゃんと伝える、うん、まあ、ジャーナリスト、メディアに携わることも大事なんですけど、うん、僕はずっと憧れの存在がいて、うん、ジョン・カビラさんなんです。おで、ジョンさんは、うん、僕はもうこの業界に入る前から、うん、もう家でラジオを聞いてて、うん、この人ってもさサッカーに対しての熱も激しいし、うん、人としても人がなかなか日本のメディア上タレントとして言えないようなことを、例えばそれはもう政治のことであったり世界情勢に関してとかすごいダイレクトに分かりやすくお伝えしてくださってるので、まあ、もうジョンさんみたいなお仕事をできたら嬉しいなと思って、すごい嬉しいことにジョンさんが1年に1回2回、まあ、休まなきゃいけないんで、うん、お休みになられる時には僕が代演させていただいたりとか、うん、すごいなって、うん、すごい嬉しいですよ。自分のなんか弟子のように、うん、接してくださったりとか、うん、結婚したら、うん、司会はジョンさんに頼みたいですね。おー、はい、ええー、なーやっぱでもサッカーのファクターはでかいですよ。かっこよく、うん、品格もありながら、うん、かつ子供のようにはしゃげるっていうのって、うん、いいっすね、ジョンさんは。あ、でもラジオだけっていうわけでもないよ。サッカーをちゃんと伝える、うん、司会としては、うん、これはもう僕の一番の目的と言っても過言ではないですね。うん、前マンデーフットボールとか、うん、今でもワーワーさんとかダソンさんとか、うん、チャンピオンズリーグとか、うん、代表戦も伝えたいっていう強い気持ちはありますね。アベマとかでワールドカップやるじゃないですか。いやいやいや、やりたいですよ。めちゃくちゃやりたいですよ。一人で売り込み行きますよ。ねえ、はい、やっぱどうしてもさ、そのサッカーってちょっと今一時期よりはちょっと弱くなってきてるみたいなのが、それどう感じてるんですか？ちっちゃい子たちが、はい、そんなに、うん、サッカーを知らん。だから、はい、この YouTube、YouTuberがの方が普通 の, そのサッカーの OB よりやっぱ人気なわけよ。俺もね、じゃあおばんざいやってますとかって言ったら、おばんざい見てって言ったら、ちっちゃい子たちも見てくれて、はい、おばんざいおばんざいって言ってくれるのよ、はいはいはい、だから俺は YouTube 大事やなと思うし、うん、今後そのやっぱ YouTuber ともっとこうコラボしていくとか、 J リーグとか、はい、日本代表も、うん、もうねこれサッカーだけのコンテンツだけじゃもう今までのような伸びは難しいと思う。うん、それめっちゃ感じますね。はい、そのアスリートの時ってその睡眠どうするとか、はい、食事どうするとかすっごいなんか子供マークやってないけど、はい、今はもうあんま何も考えてないから、はいはい、もう体を動かすのはシンプルに体疲れたりコンディションめっちゃ影響するけど、はい、話したりするのって、うん、
そんなにめっちゃ体疲れるわけでもないやん、はい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 、だからあんまりそこはね、21年間プロでやってきてもうやり込んだから、はい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 、今はもっとこう自由にオープンにしてる。あ、むしろその、うん、選手生活した時がどれほどストイックだったのかっていうのが、うん、今話してたけど伺えますね。超ストイックよ、まあ、12時までには絶対入るとか、その何時間前にはもう食事を終わらせておくとか、はいはいはい、もうそういう風に消化ができてるように。でもほんまにそれってええんかなと思うわけよ。ある程度自由にして楽しく過ごした方がもしかしたらええんかなと思うから。だからどれほど心のコンディションっていうのが体に影響をもたらすのかっていうのは永遠のテーマですよね。いや、これがだから最近さ、そのウェルネスっていうさ、はい、言葉があるけどさ、やっぱ体の健康と心の健康みたいな、これがね、今やっぱりその自分には体はもちろん元気な方がいいけど、やっぱ心なんか大事やと思う、ね、いや大切だと思いますよ、うんうん、ちょっと真面目な話しちゃうと、うん、自律神経も結構何回かやっちゃってるんですよ、うんうん、自律神経失調症って、うんうんうん、で何が大切かっていうのも睡眠も大事だけども、うん、自分がいかに自分らしく一日を過ごせるかどうかっていうところで、そうやな、うん、無意味に頑張りすぎちゃったりとか、うん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 、すごい好きな女の子を追っかけすぎたりとかしちゃうと、うん、いやいや女の子追っかけすぎたらあかんの？いやいや、でもなんか振り回されることだってあるじゃないですか、人生。これは先輩、これはまだ、これまだ聞き出したらこれバンドの部屋で聞き出したらこれはまだ終わらへんようになってまうけど、はいはいはい、もう女の子追っかけた経験があるような雰囲気やから。いやいや、それは誰だってあるじゃないですか。まあまあ、スラスや。人生をそこに捧げてしまって、で、仕事がちょっとなあなあになってしまうことは誰だってあると思うんですよ。自分にとっての本当の幸せって何なのかなって思うように37歳になって。37歳、42歳、はい、まあ、独身ですよね。独身です、はい。僕は基本的に女の子は追わないんですよ。現役の時もそうですけど、名言、21年間、はい、やっぱり女性とか、例えば結婚して子供とか、はい、そっちに自分を持ってきたくなかったから、うん、自分がサッカーをやりきりたい、うん、で自分のタイミングで辞めたい、もうそれをずっと決めてたん で辞めて3年か3年半ぐらい経って、はい、これでまた結婚とかそういう風になるんかなと思ったら、やっぱならないですね。ならないですか。自分のも好きなように、はい、自分の生きたいように生きる、これがもう自分のスタイルなんで。それ変わりませんか。変わらへん。この先はもしかしたら分からない、もう、はい、そういう風なやっぱ一緒にいたいなという女性とか、はい、なんかこう出会うんかもしれへんし、はい、でも出会ったとしても基本的に自分の好きなように、自分のこの時間スタイルみたいなのは、もう維持したいなと思ってしまうタイプですね。家でずっと隣にいて、うん、バンちゃんバンちゃんってくっつかないとダメな人だったらちょっときついですか。それは多分無理やと思う。11時半まで寝たいからね。寝かしてくれる人がいいわ。ハリーとバンドがそれぞれ思うドイツ戦はこう戦おうやないかと。なるほど、これは鋭いですね。これは鋭いですね。